彼岸花が咲き乱れる野原の上空を赤トンボが舞い飛ぶ秋の壁面飾りです。背景は水溶き絵の具とスポンジを使って描きます。トレイに絵の具を出したら水で溶いてスポンジに含ませます。まず黄色を全体に伸ばしたら乾く前に赤い色を筋状に重ねます。ティッシュで絵の具を吸い取り雲のような濃淡をつけます。乾いたら赤と緑の絵の具を混ぜて山を描きます。手で破った細長い紙2枚に緑色の絵の具を塗ります。山が乾いたらスポンジに緑色の絵の具をつけて草を描きます。これで完全に乾かします。彼岸花の立体感を生かした飾り方をしたいので段ボールを使います。穴の大きい段ボールを細長く切ります。段ボールの幅は細い方は手でちぎった紙より少し狭めにします。太い方はそれより 2,3 センチ幅を広くします。彼岸花を飾るときはこの段ボールの穴を鉛筆などで広げ茎を差し込みます。まず広い方の段ボールをボンドでしっかり貼ります。次に段ボールの上の端が見えなくなるように緑色に塗った紙を貼ります。上から幅の狭い段ボールを貼り段ボールが隠れるように緑色の紙を貼ります。緑の紙が立体的に重なった状態になります。背景ができたら赤トンボの配置を決めます。配置が決まったらボンドなどで貼ります。その手前に彼岸花を飾ります。段ボールの穴を鉛筆などで広げ彼岸花の茎を差し込みます。茎が長すぎるときはハサミで切り取ります。このとき斜めに切ると差し込みやすくなります。赤い彼岸花を飾るとこんな感じになりました。間に白い彼岸花を足すと雰囲気が変わります。花や赤トンボの作り方は別の動画がありますのでそちらをご覧ください。赤トンボは台紙からはみ出すように貼ると広がりが出ます。壁面に合わせて赤トンボの配置や彼岸花の数などを工夫して飾ってみてください。